どうも、白太郎です。チャムでございます。はい、というわけで今日はね、僕らの日課である朝の散歩を皆さんにお見せしたいと思います。はい、いつもならね、走ったりとかしたんですけど、ブラジル冬になって寒くなってきたんで、まずは体を起こすために散歩って感じっす。はい、というわけで今日も行ってみましょう。はい、せーの。はい、というわけでね、散歩始まりますね。鳥の声がいいんですよ。そう、鳥の声がね、チュン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 言っててね、聞こえます皆さん。鳥の種類もすごいたくさんいてですね、うん、カラフルなやつから黒なやつ、そしてフクロウもいるんです。そうなんだ、フクロウもいるんだよ。今日皆さんに見せれたらいいな、フクロウ。あと馬とかもね、たまにいるんで、牛さんもね、シーズンによってはいるんですけど。タクシーだ、街一台のタクシー。お、ほんとだ、こんなところ通ってんだ。さあ、この辺がね、僕らの散歩コースなんですよ。ほら、だだっ広いね、平野っていうかね、勾配もありますけど、広がっていて、ここね、前までは牧場っていう感じで、人が通るような場所なかったんです。ただ、ここもね、開発されちゃって、こうやって散歩ができるようになったのはいいんですけど、多分これからどんどん家が建っていく。なのでね、こんな感じで散歩できるのも、そう長くは続かないかもしんない、ひょっとしたら。トーゴマさん、そう、これなんですよ。こいつがほんとすごい生命力でね、至るところに生えてんの。ちょっと毒があるそうです。これすごいよね。見た目もすごいでしょ、これ。コロナウイルスみたいでしょ、これ。ほら、馬さんがね、当選もしてるでしょ。いや、お前いつも一人でいるけど、どうしてんの？ほら、かっこいいでしょ、馬さん。かっこいいな。ここが一番端っこの道なんですけど、こうやってね、家の裏側っていうか、ブラジル特有のね、レンガ造りの家がいっぱい並んでますね。今、7時前ぐらいなんですけど、夏場は結構歩いてる人いたんですよね。ただ今は寒いから、ほとんど人歩いてない。ほら。こんな感じ。鳥の声入ってるかな？結構聞こえるんですよ。いろんな種類の鳥さんがいるのね、本当に。尾ひれが長かったりとか、美声だったりとか。いや、気持ちいいっすよね、やっぱ早朝散歩は。こんな感じのね、レンガ造りの家、たくさんあるけど、結構ね、作りかけで放置されてる家とかあるんですよ。ほら、これとかね、見てください皆さん、ほら。これ作ってるうちに雑草がガンガン入っちゃってね。これは、止まってますね、工事ね。こういう家がいっぱいある。おぼんじや。ここもね、僕の露天商仲間のね、家。トラック持ってるからでっかいね、ガラジンも。こっからどうですか、これ。いい景色でしょ。こんな感じでね、朝の散歩、まあ30分とかね、40分ぐらいして、朝のね、軽い運動するのが僕らの日課です。まあ朝市場行くときは、さすがにね、時間がないんでやれないんですけど、まあ週に5回ぐらいはね、こうやって散歩してるんで、いい感じっす。で、大体朝の散歩メンバーって決まってて、今前から歩いてくるおばちゃんもね、いつもね朝、二人でね歩いてる人なんですけど、今日はたまたま一人。だからレアな場面です、これは。とても。おば、こんにちは。いつもはね、挨拶しないんですけど、今日はたまたまなんか、一人で歩いてたからね、挨拶してくれましたね。うちゃんも今日なんかアイテムを持ってきてるんでね。あとでその様子もね、皆さんにお見せできたらいいな。そう。で、ここのね、広場っていうか、野原のね、あるところにフクロウさんが生息していて。うん。そうみたいなの。開発されてちょっと住みにくくなっちゃったのかなっていうね、推理を僕らしてるんですけど。あ、今日フクロウいないんだって。残念だな。あ、そう。ここはね、チャムのお気に入りの場所で、ここでいつもね、パンディーノの練習してるらしいっす。あとカポエラのね、練習したりとか、ここで。じゃあなんか、やってもらおうか、ちょっと。ドドイツ、ドドイツみたいなやつ。そう？って感じでね、チャムはいつも一人で練習してます。
僕らのチャンネルではブラジルの日常生活にまつわる情報を愉快に発信してるんで、これを機会に皆さんチャンネルのアミーゴになって僕らのチャンネル一緒に盛り上げてください。コメントとかね、いいねお待ちしてるんでよろしくお願いします。はい、こんな感じでね、チャームさんの早朝トレーニング始まってるんですけど、毎朝ほぼねこういう動きをやって体を作ってるということです。この大自然をバックにね、最高っすよね。チャムさんかっこいい。プロモーションビデオみたいになってるチャムさん。はい、というわけでね、チャムさん再びパンデーノの練習始めたんで、まあ、僕は僕でちょっとまたねこの辺散歩して一周してこようかなって感じっす。こんな感じでね、ほとんど誰も通んないんでいい感じっすよね。あっちの方もポツポツ家建ってるけど、前は何もなかったの本当に。それがここ最近急に建つようになってね。まあ家の近くにねこういう散歩コースがあるのはいいっすよね。夏場はねもうあったかいんで、朝からガンガン走ってね汗だくになったりしたんですけど、ちょっと冬場はね、さすがに体起きてない時に運動しちゃうと危ないんで、だから本読みながらとかね、歩いたりとか、チャムはね、歌歌ったりとかして、朝のね、時間を楽しんでます。はい。住民がね、通勤途中にね、撮ったりもします。ここは。ただ本当にね、人いない。これはね、コロナとか関係ないっす。単純に、今日はそんなに歩かないところって感じですね。でね、また近々ね、皆さん大好きな松原家。遊びに行く予定なんで楽しみにしてください。今回もねたくさんね楽しい動画ね撮っていきたいと思ってます。はい、というわけでね、朝の散歩も終盤って感じっすね。だいたいね30分から40分歩いたら一旦家に帰って、またシャムはねストレッチとかカポエラの練習とかやったりして、まあ、とにかく毎朝ね充実のルーティーンこなしてます。わー、これがね本当ブラジルの一般的な田舎の家並みっていうか、こういうシンプルな家が並んでてね、ヤシの木もね、立ったりしてね、ワンコさんがね、家の門の前で寝したりとか、まあこんなね、のどかな感じ。まあこういう環境でね、僕ら日々、楽しく暮らしてます。今のところ、コロナにもかからずね、健康にやってるんで、皆さんも、健康とコロナに気をつけてね、お過ごしください。もうちょっと先行ったらね、チャイムがいるんですけど、山脈がね、壮大な感じでそびえ立っててね、気持ちいいっすよね、眺めてるだけでもね。やっぱ朝が一番気持ちいいな。さあ、だんだんね、パンデイロの音が聞こえてきましたよね。張り切ってね、半袖姿になってるチャムさんがね、練習してる模様ですね。さあ、チャムさんです。一心不乱にね、パンデイロの練習を続けるチャムさん。こんな感じでね、僕らの朝の日課、終了って感じです。はい、それでは皆さん、お願いします。はーい、ごきげんよう。